こんにちは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年2月19日です。はい、えっ、ー、と、さっきもね、動画出したばっかりなんですけども、まあ、それも、あの、大事なんですけど、 あの、ちょっと、びっくりしちゃいました。私、もっとね、なんで早くもっと気づかなかったんだろうと思うような事実を見つけてしまいまして、あの、まずね、このツイートからで申し訳ないんですけども、これはマジでやばすぎるということで、え何がやばいのかあ。で、私がそう言ったらね、こちらにその情報提供してくださった方が、まあ、まださらにいらっしゃるんですけど、えそうなんですよ。水川さん、やばいでしょう。しかも日本拠点やばいわーって、あの、コーンさんというね、あの、えコーンさんが言ってくださっています。で、そこをさらに展開していきますと、あの、リョーマさんっていつも もね、あの素晴らしいカルダナの記事をツイートしてくださっている方がいらっしゃいましたこの方が YouToDay の記事を取り上げてです、ね、でカルダナ財団はリーダーシップの交代を発表したということで、えー、と,あとにかく、まあ、あ後で、ね、言いますのでね、ね、はい、もうアジアもさらに熱くなるぜよということで、はいえー、とあ取り締まりはこれ理事会ですね、えー、とカルダナ財団の理事会のメンバーとして、1人ね、 あの、ものすごい人が加わることになったんですよ。で、そのことに関する記事をこちらに上げてくださっているんですけども、ただこの残念ながら、YouToDay、私たちが最もこのびっくりしているところって言うんでしょうかね。やばいと思ってるね、肝心の名前を上げてくださっていません。 なんですよ。で、検索したらね、その、一番伝えたいところがないじゃないのということで、はい。あの、一番その中核になっている、体の財団から何が発表されたのかということをね、これからお伝えしていきたいと思います。なので、あの、り馬さんとね、あの、コンさん、情報を提供してくださってありがとうございました。そして散々このようにね、伝えて、え、十何時間前に伝えてくださっているにも、かかわらずですね、私はやっとね、今これを見て、あの、びっくり行転して、<laughs> 2月17日に発表された、あの記、記事をですね、これから、はい。すいません、あの、善悪さ、 させていいたただきましたもうあのすごいことなんで発表させていただきますということで、早速え、中身に入っていきたいと思います。カルダナ財団からどのようなことが、理事会に何が起きているのかということをね、発表した記事になっています。ね、カルダナ財団がオープンソース業界のベテラン、フェルナンド・ルイス・バスケス・カオ氏を理事に任命ということで、このフェルナンド・ルイス・バスケス・カオ氏という方は、あの、日本にもかなりね、実はゆかりが深かったということで、もう最初に言っちゃいますね。日本の通信を 大手 NTT で10年半を過ごした後、SBI に入社し、数々の上級管理職を歴任してきました。現在は,は SBI デジタルアセットホールディングスの,の CEO を務めるほか、アジアと欧州の規制金融機関の取締役を務めています。とということで、 だけでで十分ですよねで。こういう方をカルダナ財団の理事会に、ね、お迎えするということで、はい、その概要を探っていきたいと思う。あまあ、探るっていうか翻訳しただけですけどね。はい、では、あの、全文読んでいきたいと思います。2022年2月17日、スイスツ通区、カルダナブロックチェーンの管理機関で非営利団体のカルダナ財団は、フェルナンドルイース・バスケツ・カオ氏が新たに 理事会のメンバーとして就任することを発表しました。えー、あ、これツイートも上がってたんですけどね。でカオシ、カオシには電気通信、オープンソースソフトウェア、デジタル資産の分野で20年以上の業界経験があり、自身のキャリアの大半を日本で過ごしたことから、アジアの金融サービス部門に関する比類ない知識を蓄えています。カオシ、あ、 これね、あの、ずっとこの記事では、フェルナンドフェえ、フェルナンドさんなんで、ね、フェルナンドが、フェルナンドがって言ってるんですけど、なんで私がカオシにしてるかっていうと、ちょっと、えっ、ー、と、これね、ちょっとか、 ねと、時々ね、あの、見かけるんですが、例えばあの、チャールズ・ホスキンソン氏だったら、ホスキンソン氏、チャールズ・ホスキンソン氏とか、ホスキンソン氏っていうのは、あの、いいんですけども、チャールズ氏っていうのはちょっとね、あの、ファーストネーム、いわゆる下の名前に氏をつけるっていうのは、ちょっとおかしいんですね、用法としては。なので、まあ、あの、別になんていうの、正式な文章でなければね、そういうのがあってもまあいいかっていう感じなんですけども、ちょっとね、正式な文章でしたら、あの、フェルナンド氏っていうのは、あの、下の名前に氏をつけるっていうのは、ちょっとおかしいな感じになるんで、やっぱり、 そのカ,オカオさんという、ね、名字の方に詩をつけた方が、こういう文章ではあの、日本語では自然かなと思いまして、あ,のあえてカオ詩にさせていただきました。まあ、フェルナンドさんって、ね、覚えていただいた方が、あ,あ,のあとあとちょっと、ね、ピンとくるかなと思います。フェルナンドさんの方もあの覚えてください。でフェルナンドさんで名字 カオシには電気通信、オープンソースソフトウェアやデジタル資産の分野で20年以上の業界経験があり、自身のキャリアの大半を日本で過ごしたことから、アジアの金融サービス部門に関する比類ない知識を蓄えています。カオシが加われば、規制、ガバナンス、オープンソース技術、資本市場及びフィンテックについて知識を蓄積しながら把握し、理事会の専門性を広げることができます。 生涯を通じてオープンソースの開発者及び支持者であるカオシは、Linux の中核的な貢献者として20年の経験を積んでいます。スペインの B5 大学でキャリアをスタートさせた後、企業に就職し、日本の通信大手 NTT で10年半を過ごした後、SBI に入社し、数々の上級管理職を歴任してきました。現在は SBI デジタルアセットホールディングスの CEO を務めるほか、アジアと欧州の規制、 規制金融機関の取締役を務めています。ということで、先ほどのあの YouToDay の記事にはね、この SBI がね、 検索したけどね、SBI って書いてなかったんですよね。これをやっぱりね、書いて欲しかったですねっていう感じで。はい。で、カオ氏は、今回の発表について、体の財団の発展の中で重要な時期に参加できるのは絶対的な名誉ですとね、言ってくださっています。えー、コミュニティの成長とそこにいる人々の強さ、そして体のプロジェクトのビジョンから刺激を受けています。理事会の同僚や財団の 執行部とともにそのミッションの推進に貢献することを心から楽しみにしています。とね、カウスはね、フェルナ、えー、フェルナンドす。 さんはねそのようにあの言ってくださって、フェルナンドさんでいいんですよね。はい。間違ってないですね。はい。あの、フェルナンドさんはそのようにね、言ってくださっています。えー、カルダノ財団の CEO であるフレデリック・グレガード氏は、この人事を歓迎した。もう歓迎しない理由がないですね。はい。理事会はカルダノ財団を指導し、監督する上で不可欠な役割を担っています。カオ氏にはビジネスとソフトウェア開発の分野で卓越した実績があり、その専門知識をもってすれば、私たちの権威ある理事会の層がもう一段、一段熱くな カオシは NTT で多くのオープンソースプロジェクトに貢献した優秀なチームの構築に重要な役割を果たし、 これ、すごいですね。NTT ですよ。あの、NTT。で、多くのオープンソースプロジェクトに貢献した優秀なチームの構築に重要な役割を果たし、私たちが取り組みを進め、事業を拡大していく上で、貴重な人材になることでしょう。もうね、貴重と言ってあまりあるほどのね、あの人材だと思いますよね。はい。えーと、カル、赤氏の就任は、重要なインフラと企業向け市場セグメントをサポートするため、 財団が中核事業の規模を拡大する時期にあたります。カルダの財団のエ,ータエンタープライズテクノロジー部門は3つの部門から構成されています。ということで、財団も中核事業を規模を拡大していくんですけども、ま、規模の拡大といえばあの、ま、ブロックチェーン、カルダのブロックチェーン自体も、ね、スケーリングしていきますね。あの場所自体に突入しますので、はい、そちらの方もあのスケーリングを進めているところでございます。でこちらにあの3つ、 その主に部門としてどういうことをやっていくかということが3つに分けられています。エンタープライズテクノロジーは市場の統合を関連インフラとともに統括しています。で、統括しますということですね。で戦略的パートナーシップとプログラムでは企業および,びサードパーティーとの関係の構築に注力しますで。金融機関部門ではコンプライアンスと規制対象となる市場を管理しますということです。はい。この3つの えっと、すみません。ちょっと、今のうち直して、え、返ししますで,です。これでね、なんとかします、なんとかしますということで、はい、その役割をえ伝えてきました。で、この3つの部門には、業界や分野の専門家が集結しており、カルダナの重要なインフラのニーズに、最高水準で対応できるようにすることを任務としています。 ねもう、この辺は本当にね、この妥協のなさが素晴らしいんですよね、カルダノっていうのはね。もう、このインフラのニーズにね、もう最高水準で対応したい。だからこそ今回の人事があったということですね。でカオチが加わったことにより、カルダノ財団の理事会は、多様な専門知識を、えたえ 多様な専門知識を備えた4人の強力なチームとなりました。カオ氏は政府機関で顕著な実績を持つ経験豊富な法律専門家のメアリー・ベス・ビキャナン氏、テクノロジー、企業、コンプライアンスリスク、コンプライアンスリスク監査の実績を持つ専門家のアンドレアス・エシュバック氏、スイスの金融サービス法及び規制並びにデジタル資産や暗号通貨などのデジタル経済に関する法的内容の専門家、ジリアン・マクナブ氏とともに在籍することになります。 カルダノ財団の理事長、ジリアン・マクナブ氏は、カルダノ財団の目標は、規制当局や機関のために分散化のリスクを取り除き、変化の最前線にいる人々が新しい可能性を生み出し、世界にポジティブな影響を与えられるようにすることです。理事会は、幅広い業界にわたって専門知識を携えて、助言や推奨事項を提供する強力な立場にあり、財団が分散型テクノロジーを用いてどこまでが可能であるか、その 境界線を押し広げる体制を整えていることを保障しますと結んでいるということで、これが、まあ結論、カルナー財団の目標を表したものであります。そして、あのそれをこう果たしていく、まあ一環として、一貫とていうにはね、もうあまりにも大きな人材ではあるんですけども、この、えー、とフェルナンド・ルイス・バスケス・カオ氏をあの理事会にお迎えしまして、はい、この方が、なんと今も、今もしつこいですけどね、はい、あの、日本の NT を 通信大手 NTT で10年半の実績があって SBI にも入社し、また現在は SBI デジタルアセットホールディングスの CEO を務めていらっしゃる、こういう方があのカルダの財団にあの加わって、これからねあの、活躍していただけるということで、本当にね、心強いことで、あのカルダのエーダファンの、ね、方にとってもね、もう一つね、心強い、あのあの心強いなんていう内容だったかなというふうに思います。 ということで、まあ、これ以上語ることはありませんということですね。もう、あの、今朝のね、あの、体の枝のね、下落のことは、どっか吹っ飛んじゃいましたね。これ読んでたらね。はい。ということです。えー、では、あの、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。これね、あの、いいねつけてほしいです。いいね押してほしいです。たくさん、あの、いつもたくさんいただいてますけれども、これ特にお願いします。ということで、はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。